ウィンチェルシーは、イングランドの歴史的カウンティであるサセックスにおいて、ヒトシカウンティのイーストサセックスにある、小さな町である。ハイウィールドとロムニーマーシュの間に位置し、およそライの南西 3.2km、ヘースティングスの北東 11.2km にある。この町は、オールドウィンチェルシーとして知られるかつて海の侵食により、失われた同盟の町に変わり、1288年に、 作られた中世の町の上に建設されている。町はイックルシャム行政教区の一部となる。町はイングランドで最も小さな町であるとも言われる。オールドウィンチェルシーはブリード川、ロザー川、ディリンガム川の河口の合流点に囲まれた大規模な歴史堤防上にあり、キャンバーと呼ばれる病地を備えていた。そのかつての町は1130年にウィンスリーズは 1321年にオールド、ヴィンチェチャレスとして記録されている。1066年のノルマンコンクエスト後、ヴィンチェルシーは海峡横断貿易及び海軍基地として非常に重要であった。13世紀にはガス購入からのワイン貿易で有名になった。当時はおよそ700軒の家屋、50軒の宿屋や酒場があり、3000から5000人の住民がいたと考えられる。 1280年以前、大規模な1287年の洪水により、完全に破壊されるまで、浸水により町の多くが破壊されていた。この地域は今日キャンバーサンズが覆うとも言われる。近郊の防波堤跡、ウィンチェルシーの風景今日のウィンチェルシーは、1292年にかけて、旧市街の住民が現在の場所に移り住んだことによる。1281年に、 オーエドワード一世は、そこに、方角設計に基づいて計画された町を建設するよう命じた。その町の計画者は、ヘンリー・ル・ホエイリーズとトーマス・アラールと記録されている。新しい町は、オールドウィン・チェルシーより、かつての町の称号を継承し、内および5カ所の主要な港町と同じく、シンクポーツの加盟を維持した。町には、ブリード川に、長石影響校があり、 そこは14世紀中頃まで栄えた。その後、15世紀までの百年戦争中に、フランスやスペインの襲撃を受け、それに、ペストにも襲われた。1350年、ヴィンチェルシーの海戦が付近で起こった。1360年には、4年前のポワキエの戦いで、捕らえられた、フランスのオージョン2世を取り戻そうとして失敗した、フランスの遠征軍により町は略奪され、 焼き払われた。繁栄が続いた町も1520年代までに規模は縮小し、最終的に港の沈霊化がその営みを破壊した。16世紀初頭にキャンバー城がヘンリーパッセイにより、ウィンチェルシーとライの中ほどのキャンバーに通じる洋路を警護するために構築された。その建造に使われた多くの石材は、グレイフライヤーズのフランシスコ修道院の解体より、 採取されたとも考えられる。聖トマス教区教会ウィンチェルシーは広大な湿地の空間に囲まれた丘陵上に中世の状態を保持し当初に計画された町の配置及び中世の大規模なワインセラーがある。ウィンチェルシーはギュイエンヌやガスコーニュとのワイン貿易に大きく関わっていた。町にある広大なワインセラーは今も公開の際に見学することができる。また、 4ヶ所のシモンのうちの3機並びに殉教者、トマス・ベケットに捧げられた教区教会など、かつての建造物のいくつかを維持している。もう一つの教会として、聖レオナルド教会が、後の1987年の大暴風で、吹き倒された風車の場所にあった。13から14世紀のかつての要塞の一部として、ストランドゲート、パイプウェルゲートなどが見られる。また、 ニューゲートが現在の町の郊外約800メートル余りの場所にあり、ウィンチェルシー新市街の当初の設計規模を押し量ることができる。コートホール聖トマス協会の墓地の向こう側には、ウィンチェルシーの最も古い建物の一つであり、かつて下の1階が留置場であったコートホールがある。2階は今日、博物館として、ウィンチェルシー及び自治体の歴史的資料など多数。 展示される。近くにある町の井戸は、丘陵に水を汲み上げるため1851年に掘られたもので、深さ40メートルとされる。ウィンチェルシーは、南岸の主要道路沿いにあり、ストランドヒルのふもとには、かつて町の旧品院でもあった、ストランドハウスがある。ウィンチェルシー駅が、ブリード渓谷の北1.2キロメートルに位置し、ケントのアシュフォードとブライトンを結ぶ。 マーシュリンク線の列車が2時間ごとにある。ありがとうございます。